ではよろしくお願いします。はい、お願いします。この間佐々木朗希選手出ましたよ、先発で。あと、まあ、村上様、はい、もしね、村上選手を自分が抑えるとしたらどんな感じで彼を打ち取るんですかね。松坂さん、これまで対戦してきたバッターであえて言うとしたらどういうタイプ。松中さん。あかな。なんか松中さんとノリさんが合わせた感じ。そうでもノリさん、あ、中村ノリさん、うん、いや、まあ、イメージとして近いのは松中さんかな。そうなんですか、うん、どういう感じ。そのインコースもアウトコースもさばけるみたいな。そうだね、インコースのさばき方もそうだし、反対方向にも距離出せるし、うん、それはちょっと思った、そのシーズン中のね、あの村上選手見て、うん、松中さんでそういう感じだったんですね。そうね、まあ、またこう三冠王三冠王ってこう騒がれてたから、あ、まあ、それでちょっと、まあ、あの松中さんのイメージができたのもあるかもしれないけど、松中さんですかね、近いの、うん、松中さん抑える時ってどういう、こう攻め方を。どういう攻め方。打たれたから何とも言えない打たれてたから何とも言えない。その映像はなんか見たことある気がします。そうライトどうかな、まあ、基本的に僕と対戦するときはある程度待ってる球種が、うん、多分あるっていうんですかね。うん、多分それを外しに行けばもうちょっと抑えられたかもしれないですけど、どうしてもあのストレートで抑えたいっていう気持ちを抑えられなくて。なるほど、はい、それでしょっちゅう痛い目やってました。へ、はい、うん、だからもし僕が元気であの村上選手と対戦することがあれば、うん、同じことするでしょう。楽しみでしょう。それ打たれるかみたいな。あのキャッチャーが別のサイン出しても、首振ってストレートでしょ。空振り三振もそうですけど、やっぱあのこうバットをへし折ってやりたいっていう気持ちの方が僕は強いんで、常にそういう気持ちがあったんで、うん、どうにかしてバットを折ってやろうと思うでしょうね。好き。斉藤さんならどうします？僕はだから、彼とは、ファームでよく対戦してたんですよ、まだ1年目とかの時に。その頃からすごくいいバッターだったんですよね。で、選球眼がすごく良くて、当然パワーもその時からあって、で、まあ、僕もよく打たれてはいたんですけど、なんとなくそのインコースのカットボールとかでちょっと開かせて、チェンジアップとかで前に出してフライ上げてくれたらいいなみたいな感覚ですよね。その大輔さんと違ってフォーシームでは当然勝負できないから、なんとかこの奥行きとかいろんなこう手を使って抑えたいなって思ってました、僕は。まあ、さっき言ったの僕が元気な時の話なんで、はい、それこそ、ライオンズに最後戻ってきたのでオープン戦で対戦したんですよ。村上選手と、はい、うん、その時はもうまさにそうです。もうこっちのボールでこっちでファール打たせて、最後は落ちるボールです、うんうん、落ちるボールで三振です、うん、そうそう、多分そういう風になると思います、うんうん、でも、まあ、ポンポンってこう行っても簡単に追い込んでも多分すぐ終わらないんで、うんうん、結局、うん、球数は使うんじゃないですか、うん、ならもうわざとフルカウントまで持ってって、そこから落ちるボールとかで打ち取ろうとするんじゃないですかね、うん、最後の方は、うん、はい。斉藤さんはほらバッターとの駆け引きすごい上手かったじゃないですか。あのバッターの心を読むみたいな。あの選手って心で読むとしたらどうやって読むんですかね。さっきも言ったようにちょっと選球眼が本当すごくいいっていうイメージがあるんで、僕らは際どいところ投げて打ち損じてくれたらいいなって思うんですけど、それを選球眼がいいからピタッと止まるんですよね。そういうところを考えて、さっきチェンジアップって言いましたけど、ちょっとだからその甘いボールでツーシームで動かしたり、チェンジアップで、あ、いいボールだって思わせて前出すとか、好きなところからね、ちょっと動かすみたいな、はい、そういうところになってくるんですかね。
勇気はいるけどね。うん、勇気はそうですよね。勇気はいるけど。そうなんですよ。うん、で、2人がそれぐらいを言うぐらい、やっぱりすごい考えなきゃいけないバッター。逆にね、あの村上選手にとってこう相性の悪いピッチャーちょっと知りたいですね。うん、シーズン対戦して。確かに。もしかしたらいないかもしれないし。そうですよね。うん、でもデータを見たらいるかもしれないですよね、誰か。うん、まあ、今日は分かんないでしょうから。調べられるか。これやってる間に調べてもらって。でも日本シリーズでは対戦成績で、はい。日本シリーズではずっと抑えられていたので、うん、そういう抑え方をすれば、うん、まあ、その敵チームになっちゃいますけど、アメリカとかその韓国とかのチームは、日本シリーズの攻め方を見ればもしかしたら、オリックスの攻め方をすればもしかしたら彼は抑えられるデータは何か出てくるかもしれないですね。当然そのようにはうまくね、彼も成長しているのでいかないでしょうけど。そうだ、意外にだからその球速が本当にもう速い、もう150もう中盤とか、もう、まあ、でもね、後半投げられるピッチャーそうはいないんで。だからでも150前半ぐらいだったら簡単に、うん、まあ、打ち返すんで、うん、まあ、速球にもやっぱね、そこそこ強いし、うん、まあ、あの後輩の名前出すとあれですけど、あの、まあ、例えば筒香選手とかって、あのやっぱ150キロ超える速球がやっぱこう打ちあぐねてるっていうんですか、うん、今の村上選手みたいな、まあ、それはないですよね、うんうん、150前半が中盤ぐらいまで球速だったらこうやっぱり簡単に打ち返してるような、うんうん、イメージがあるので、うん、まあ、確かにその日本シリーズ あのオリックスの攻め方っていうのは、まあ、ヒントになるかもしれないですよね。さっきの話ですけど、よくバックしたらありがとうございます。でバック調べると広島の栗選手とか菅野投手あたりは、あとレイスターズの大貫選手、右ピッチャーなんですね。そうですね。本当ですね。で一番抑えてたのが大瀬良選手。左ピッチャーが一人も出てこないっていう。確かに、ね、意外ですね、うん、だから左と左を苦にしないってことですよね、うんうん、みんななんだろうな、多分いいね、やっぱカットボールとかスライダーとかね、あの栗君のカットボール、うん、確かに、まあ、大空君もそうだね、うん、そうですね、確かに、ね、カットボールとか、だからみんなきっとインコース開かせて落ちる球で、うん、なのかなっていう勝手な想像してます。じゃあ佐々木朗希と村上対戦させたらどうなんだろうね。佐々木朗希はどうですか、朗希選手はどうですか、先輩たちから見て。一回取材してましたよね。はい、2月のキャンプの時に、本当に何ていうんですかね、こう試合から離れた時の彼、こう全然こうすごそうに見えないところが、ああそうなんですか、うん、いいなと思って、うん、しゃべっても声もそんなに張らないし、ちょっとおとなしいタイプってことですか。にはね、まあ、その普段そのテレビが手に映らないところではどうだかちょっとわからないですけど、でもまあ取材してても、まあ、すごく控えめというか、いや、あの喋ってる姿からあんなすごいボールが、投げれるなんてちょっとまあ想像つかないというか、まあ、キャンプの時も見せてもらいましたけど、ブルペンちょっと見させてもらいましたけど、まあ、力感なくというか、もう一生懸命投げてる感じが全然しないんですけど、それでもやっぱり150中盤、ちょっとこうリリースの時にちょっと力いただけで150後半160キロみたいなイメージ、目いっぱい振ってないところにこうまだまだこう余力を感じるっていうんですかね、まだまだ伸びるなっていう、比べるものじゃないかもしれないけども、大谷越えはできるって感じですか。多分ね、タイプがちょっと違うかな、同じようにね、この160キロ、超えるまっすぐ投げますけど、まあ、佐々木投手の方がコントロールはいいですよね、
で、あの大谷投手の方が、何ですかね、かなりこう力投派というか、でも190ぐらいあるじゃないですか。で手足長いし、あれだけ手足長いと体のコントロールってすごく難しいような気もするんですけども、結構いいボール投げてますよね。コントロール結構いいボール結構いいボール相当今上から行きましたね今相当上から行きましたね今結構いいボール吉井さんの最上級の心配ですすいません佐々木さん、すいません、いやでも、でも大谷投手、あでもダルビッシュ投手あたりからですかね。やっぱあのこう身長も高くて、あの手足が長くてもこう上手にあの使える、まあ、選手ピッチャーが増えてきたのは、昔の大きい選手と全然イメージ違いますよね今って。それはやっぱり佐々木投手を見てたら思いましたね。すごくあの体を上手に使うなっていう、持て余してないというか、その辺の感覚、あのもっとこうちゃんと聞いてみたい気はしますよね。確かに確かに。斉藤さんは、栗山さんの WBC の監督どういうふうに期待してます？栗山さんのその日本代表の監督として。当然優勝してほしいですし、ただこうあの栗山監督のすごいところって、なんかチームをなんかこうまとめるのが上手って言ったらあれですけど、みんなが本当に同じ方向を向くのを上手にこう誘導していく。で一人一人声かけて一人一人にこう対話をしてやっていくので、なんかこう WBC が終わって優勝した後に、なんかこう選手の皆さんが野球選手としてだけじゃなくて、なんかこうこのチームでやったことがその先の野球人生においてすごくこう成長できたなって、その野球選手としてだけじゃなくて人として成長できたなって思えるようなチームになっていくんだろうなっていうのがなんかすごく想像できる。でも栗山監督はそれをあえて自分がやったとは多分言わないと思うんですよね。なんとなくこう栗山監督にあの栗山マジックにかかってこうそういうふうに成長していくんじゃないかなと思って。大輔さんとか多分取材されると思うんですけど、 WBC の前の選手たちのコメントと終わった後のコメントがなんかきっとこう違ってる気がして、その辺が栗山監督ならではというか、期待したいなってところですね。それとその個人的にあの栗山監督から言われた言葉で今も生きてる言葉ってありますよね。あのとにかくその結果が出る出ない関係なく、やっぱり今勇気がやろうとしていることを、まあ、とにかくがむしゃらに諦めないで前向いてやりなさいと。とにかくそれを人にあの多くの人に見せなさい。それが、なんだろうな、勇気の成長にもつながるし、周りの人を幸せにするために必要なことだよっていうことはずっと言われてましたね。引退して改めてその言葉って生きてます？生きてます。なんかやっぱりね、あの当時は結果も全然出なくてがむしゃらにやってるだけでしたけど、なんかそれがなんだろう、やっぱりこう引退してもちょっと辛いなとかめんどくさいなって思うことも、なんかこれ頑張ってみようって思えるその一歩になるので、なんかこれなんかそれはすごく、栗山監督の言葉っていうのを思い出しますね今でも。なんか松坂さんも、斉藤さんが怪我だったり二軍で苦しんでる時、結構思い合ってましたよね。大変だろうなって、ずっと気にしてましたね、YouTube で見ましたありがとうございます、そうだから、僕もファームでリハビリしてたし、日ハムが
所沢に来た時いるのかなとか今日投げるのかなとかって、うん、聞いたりとかしてましたね、はい、どうしてそんなに斉藤さんに思い寄せてたっていうか心配してたんですか。まあ、やっぱり高校の時から見てるし、うん、その甲子園 の、 優勝投手、でもその優勝投手だけじゃない、いや何だろうな、その優勝投手の中でも多分僕と斉藤君はちょっと特殊だったんじゃないかなってやっぱまあ、そのメディアの扱い方だったり、周りの見方っていうんですかね、そういう時にちょっとこう、まあ、僕はもうプロ入ってましたけど、いや多分今夏優勝した時にさえやっぱ大変な思いしてんだろうなって思ってましたね。まあ、その後早稲田行ってますけど、その時もなんだろうな、まあ、ね、ほっといてほしい、ほっといてあげてほしい、なんか楽しく野球やれてるのかなとか、なんかすごく背負ってるもの、背負わされてるものがまあ、多いように感じたんで、だからまあずっと高校の時から気にしてましたね、はい、ありがとうございます。でも本当に、2006年の時に初めはなんかやっぱりすごい騒がれてたマー君を注目したらしいんですけども、でも徐々にやっぱ斉藤君なんだよねって本当に言ってました、あの頃から、はい、ありがとうございます。でも僕は小学校4年生の時に大輔さんの甲子園での活躍を見て、そこから明確に甲子園に出たい、甲子園で優勝したいってやっぱ思い始めたし、ただやっぱ大輔さんはその野球選手として、要はその後のスター街道っていうのを、あ、甲子園で優勝したらこういうふうに報道されていくんだなっていうのを見てて、でも僕の場合はというか、その何だろう、野球選手っていうよりもやっぱりハンカチを使った人っていうところにこうフォーカスを向けられた、当てられたので、なんかそれがちょっと僕はなんかすごく違和感があって、なんか大輔さんが今言ってくれたような、その甲子園優勝投手の中でも特殊な報道のされ方ってなんかそういうことなのかなって思いつつ、でもなんか僕は、大輔さんの姿を想像してたんで、いや、ハンカチじゃなくてもっとその甲子園優勝投手として俺のことを扱ってよってすごく思ってたんですよ。そこはなんかそう少し葛藤があったというか、わかる気がするな、何かとね、何かとハンカチっていうフレーズがね、そうですね、ついてしまうっていうのもね、はい、だからもう選手としてもやっぱり、いや、そうじゃないってなんか思うのはすごくわかる、なんか松坂さんも甲子園終わった後に電車の中に電車に乗るのがすごく嫌だとか言ってたじゃないですか、知らない人たちから声かけられるし、まあ嫌だったんですけど、まあそれだけのことを、まあ、自分たちが、まあ、成し遂げたんだなって、まあ、思うようにはしましたけどね、電車乗りたくない、じゃあタクシーで行こうというわけにいかないですからね。そうですよね、もう家からね1時間半とかもうずっと我慢してましたよ。でもそれはそれでなんか その我慢してね学校に通ってたのもまあいい経験だったというか、初めて甲子園のマウンドに立った時ってどういう印象でした？いや僕はすごく嬉しかったですし、あ、ここは憧れの甲子園なんだと思ったんですよ。まあ、さっきも言いましたけど、大輔さんが甲子園で活躍している姿っていうのをずっと見てたんで、あ、やっとちょっと近づけたなって思えた瞬間で、いざ立ってみたらすごく投げやすかったですし、このロケーションとかも、あ、なんか自分のね、そのバイアスがかかってるから、いや、なんかすごいな。だからそれこそそのなんだろう、異国の地というか、こう、あ、こんな世界あったんだなっていうのをすごく感じましたね、最初。でも周りの選手たちは
俺たちいつも甲子園来てるしみたいな態度を取ってて、そこに引け目を感じてたとかって。そうですね。それこそ横浜高校とかはなんか着慣れてる感がすごいじゃないですか。なんか甲子園開会式とかの、そんなことなんかこうちょっとなんだろう、幅利かしてる感じ。横浜がダントツにこう出してるから、うわやっぱすごいなと思ってました、ね。どこの高校よりも横浜高校はそれが出てました。本当。はい、僕の同級生たちは。はい、いやと慣れてる、まあね、いや高校としてはね何回もそれは、はい、いやそれはもう当日もそうだろうけど。まあ、同期生の中にはね2回目とかもちろん行ったかもしれないけど、はいはい、あだからそのユニフォームのポケットにみんな携帯かインスタントカメラを開会式に持ってるわけですよ、はい、僕らなんて何も持ってきちゃいけないと思ってるから何もないのに なるほど横浜選手はみんなお台座持ってるんですよ、うん、うわこれありなんだと思ってそこでちょっと差を見せつけられました。甲子園というものを知ってる感ね。そう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 。俺たちいつも来てるねみたいな。そう。うん。先輩からそうって聞かされてたんですかね。自分の時どうしたかな。松坂さんは修学旅行に来た気分とおっしゃってましたよ。修学旅行。はい。それはどっちだろう。あそれ夏かな。僕高一の。高1の夏に来てるわけですよ。3年生が、はい、当時夏の甲子園に出て、うん、でその時に一応まあ、手伝い、まあ、何かあった時に、まあ、メンバー入るっていうところにいたんですけど、そこで初めて、まあ、マウンド上がったんですけど、うん、確かにその時はちょっと修学旅行気分だったかもしれないな。まあ、球場の雰囲気は僕はもうその時はとにかく甲子園ってでかいなと思って、うん、本当に自分がこうサイズがこうちっちゃくなったような感覚に襲われて、うん、もうただ練習で投げるだけだったんですけど、もう全くストライクも入らず、で甲子園練習って時間が限られてるじゃないですか、はい、なんでもうすぐ変われって言われて、もう最初の甲子園とかすごい恥ずかしい思いをしたっていう。そうなんですか。うん、でも選抜の報徳で150出してますよね、いきなり。はい、センター前打たれてますよね。どっちもすごいですね。出たけど、あの時高校生で150出したの初めてだったんですよね。結構選抜、まあ、一応そのスピードガンがその導入されてからは初めてだったんじゃないですかね。はい、うん、出てたんじゃないかって言われてる人はね、いましたけど、うん、あれは意識したんですか、出してやろうぜみたいな。選抜で150キロ出してやろうとは思ってました。ずっとその秋が終わって、うん、本当は秋の時点でそこを目指したんだけど150は届かなくて、うん、では冬の練習を超えて選抜で150キロ出すっていうのが、まあ、一つ自分の 目標とかモチベーション、うん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 、斉藤さん選抜の3回戦で、はい、横浜に負けましたよね、はい、だからこうもう名前負けみたいなのあったんですか。名前負けもあったかもしれないですね。でもやっぱりこうなんか横浜高校ってなんかおしゃれな野球をするおしゃれな野球なんていうんですかね。そうかな。なんていうんですかね。だから当時も、うん、すごいホームランバッターとかいたわけじゃなかったんですよ、うんうん、けど、うん、1番から9番までみんなそつない野球をしてすぐ盗塁するし、三投も隙あれば狙ってくるし、なんか右打ちとかも徹底されてるし、なんか本当隙がないなっていう僕だったんですね。あの時は僕斉藤君その総実と対戦する前に僕多分小倉さんと話してて、はい、もう攻略法あるって言ってました。うんうん、攻略法あるって。その時ね、なんかすごい細かい説明されたんだよな。覚えてないの。覚えてないんですよ。でも試合見てたらなんかそれ出た気がするんですよ。それを狙っていくっていう話をなんかしてて、あこれ言ってた通りだって。まあでも確かに言うように多分疲れも多分あったと思うんですよ。うん、それが多分通常の多分9位だったら、まあ、その作戦はあるって言ってもその通り行く確率なんてそんな高くないんで、うん、まあそれも込みでのその攻略法だったかもしれないですね。うん、
そうそう、うん、それ言ってたの覚えてる。ああいうおしゃれな野球をでも してましたもんね。いや確かにそういう意味だね、うん、確かに横浜っておしゃれな野球なのかな。うん、いやもう僕もやっぱでその中学校から横浜高校に入って、うん、ね、もう毎日のようにミーティングして、やってたけど、あ、こんな野球の仕方がある、こんなに作戦あるんだ、うん、いやすごいなと思って。へー、結構横浜高校が初めて真似したっていうのは結構あるんじゃないですか、その作戦とか、うん、打ち方とか、うん、なんか一個びっくりしたのがあって、あのランナー 1,2 塁で、はい、要は挟殺プレーをしている時に、はい、要は最初2塁ランナーをするじゃないですか、はい、でも1塁ランナーがセカンドに到達する時に2塁ランナーを無視して、もう無視してセカンドに投げて1塁の方を殺していくんですよ。でそっちをタッチした後に2塁ランナーをまたやるっていう、あれすごくないですか。もう毎日のようにその挟殺プレーをもう練習してるんで、うん、だそういうとこですよね。あ、それは高校でやるんだと思って、うんうん、それは当たり前に、先輩たちが当たり前にやってるのを見て、うん、すごいな、まあ、確かにかっこいいなって思ってた。かっこいいですよね、うん、なかなかプロでもやらないじゃないですか、あれって、うん、やろうと思ってもなかなかねできないっていうか。いや、そうですよね、うん、それはまあ当時の横浜高校の方がそういう細かいプレー、中継プレーとか、うん、まあ、サインプレーなんかも、うんうん、レベルが高かったのかな、うん、だから僕がライオンズに入った時は、うん、もう全然困らなかった。へえ、うんうん、そういう意味ではすごく高校の3年間ね、やっぱり野球勉強させてもらってすごいありがたかったね、うん、そういう意味でプロで困ることはなかったですね、僕は。そうですね、はい、横浜高校の練習法がプロ野球の各球団よりもレベル高いとおっしゃってましたもんね。まあ言いました、はい、僕と1年目とか1年目のあれキャンプの時のミーティングだったっけな、うん、これだけですかってそう、なんかでもその野球の話とかする、まあ、練習内容もそうだし、これだけですかって僕言ったのは覚えてますね。へー、はい、うん、いや、だからそれだけやっぱレベル高いことやってたんだなと思って、うん、だからそこで改めての渡辺さんとか小倉さんの すごさを知るっていうんですかね。でも当時 そのライオンズのコーチが言ってましたよ、本当教えてもらいたいって。あ、そうなんですか。いろいろ教えてもらいたいこといっぱいあるって言ってました。はい、総立の練習はどうだったんですか。僕たちはもうだからそこまで作戦は練らずにプロの練習の方がちょっと近いですね。個人個人の練習が多くて、全体練習は1時間半とか、ノックやって、あと好きにしてくださいっていう感じだったので、横浜高校の練習聞いたときは、すごいなと思いましたね。じゃあ、アメリカンドッグとかペッパーとかは知らないですか。あ、だからそういうのはたまにありますけど、だからなんていうんだろう、辛い練習とかで言うんだったら、多分似たような練習はきっとやってるのかもしれないですけど、だからそこまでその、トリックプレーとかはやってなかったですね、うん、でも松坂さんはね、サボリの松って有名でしたよね。そうなんですか。はい、はい、よく言われてました。でもめちゃくちゃ走ってたっていう噂もよく聞きました。そう、僕だけ多いんですよ、明らかに。明らかに僕だけ多いんで、もうなんでだっていう話になって、いやそれはもうお前が好きだからだよ、好きだからだよとかって言われて、僕は好きじゃないですとかって言いながら、どうにかして自分の本数を減らして、もうどうしたら減らせるんだろうって、もうそればっか考えてたから。そういうとこでしょうね。トイレに隠れてましたよね。トイレに隠れて、うん、隠れてることになってるのかな。もうバレてますけどね。バレてますね、はい、うん、もう姿が見えないと思ったらトイレ来て、ドアドン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 叩かれて、いるんだろうって言われて。でも小倉さんに言われるんでしょ、おい、まず始めるぞっつって。そうなんですよ、僕が来るまで始まらないんですよ。そうそう、行かないようにしても行かないようにしても。斉藤さんはサボらなかったんですか。だ練習量がそもそも違うから、サボる必要もなかったっていうか、練習で辛いって思ったことって、まあ、そんなに多くはなかったですね。それもなんか僕はだから勉強の方が辛かったですね。あ、それだけがその早稲田実業3年間では一
番苦労したポイントですかね。大学に行けないから。大学に行けない、まあ、留年しちゃう、毎年10人から15人ぐらいとか留年する生徒がいて、野球部も当然例外じゃなく、で一般学生と同じ授業も受けるので、そのハードルも高いんですよね。で1年目入った時、勉強の仕方とかも全然分からなかったんで、どうやってやったらいいか分からなくて、赤点とかも結構よく取ってたんですよ。で朝毎朝、その普通の野球部だったら多分朝練とかするんでしょうけど、朝学校に早く行って先生と補習してもらって、だそれをほぼ毎日で、あの授業終わったら練習してっていう感じだったので、授業がやっぱり一番、勉強が一番大変でしたね。いやそれも大変ですよね。そのちゃんと野球をやるためにそこはやっぱりおろそかにしちゃいけないっていう、まあ、僕らのレベル低いですけど、あの赤点取ったらあの、まあ、練習できないんですよ、僕らも、なんであの僕らの場合はあのその赤点取りそうなやっぱその、科目 の, その先生はあのもうテスト始まる前にあのどっからどこまで全部ノート書いたらあの許してやるテスト勉強じゃなくてそっちのノート書く方に僕ら時間費やしてましたけどね、はい、いいですね。ちょっとレベルがちょっと低い話です。でも斉藤さんは普通ならね、なんか太田高校に普通の人は行くんだけど、はい、創立に行ったじゃないですか、はい、それでやっぱり野球、あの勉強もそうですけど、野球で甲子園に行きたいとか、その小学4年生の時に松坂さんのガッツポーズ見てかっこいいと思って、はい、もっと野球を極めたいって思ったんですか、うん、はい、思いましたね。その、まあ、普通に行ってたら地元の太田高校っていう文武両道の高校に行ってたんですけど、でもやっぱりこう甲子園に出たいっていう思いがすごく強かったので、甲子園に出たいし文武両道の高校にも行きたいって考えたら、やっぱり早稲田実業がやっぱり近いかなって思って、でも最初は当時まだ10年ぐらい甲子園から遠ざかってて、いや甲子園行くんだったら群馬の強いとこ行った方がいいじゃんって言われてたんですよ。今だったら近大高崎とか桐生第一とか、多分96年以来とかでしょ、確かに。そうですそうですね、そうそうそう、うん、そうですよね、そうそう、僕はあの中学校のあの深夜の先輩がいてたんで、そうかそうですよね、はい、見てました、見てましたっていうか、あのそこであの掃除室が出てたのか知ってます、はい、はい、でもやっぱり大輔さんのあのガッツポーズを憧れて、うん、掃除室選びました。で決勝でやりましたよね。そうです、決勝じゃない、勝ったと。そうです、そうです、同じよ、無意識に僕は大輔さんのあのバックスクリーンのガッツポーズを真似してました。あの甲子園で斉藤さん、950球ぐらい、はい、投げたんですよね、はい、信じられないですよね今ね。よく投げましたよね本当に。ね、だその今でも球数多く投げたら怪我するっていうエビデンスって世の中に出てないんですけど、でもやっぱりね、あの球数によってきっと何か弊害はどっかしらに起きてるでしょうし、大輔さんの頃からまた僕の時にはルールが変わって、だから僕の時17回とかだったら絶対投げられてないと思いますし、うん、大輔さんのおかげで回数が少なくなったっていうおかげ、はい、ありますね。あのか自分覚醒したって試合ありましたよね。僕ですか、そう、はい、準決勝の鹿児島工業戦でなんかこう、あ、力抜いてもいいんだって思えた瞬間があって、その時になんとなくこう力の抜き方を覚えた。それがその後の野球人生において良かったかどうかはちょっと分かんないんですけど、その大会においては僕はなんかすごくいい感覚をあの得られましたね、うん、そのなんかスタミナっていうか、そのパワー、投げ続けられたパワーって何だったんでしょう。投げ、でもそれこ そ, その春の選抜で一度その決勝再試合と延長再試合をやってるので、その時のイメージがあったので、なんとなくその夏の同じ経験になった時もそんなに思いっきり投げなくてもいいんだって、軽く投げてもコントロールとかバッターがとにかく打てなければいいんでしょっていう考えがあったので、がむしゃらに一生懸命全力でみたいなのは持ってなかったので、それがすごく良かったなと思いましたね。でも横浜に選抜で負けて、横浜を打ち破った大阪桐蔭と当たって、はい、でも大阪桐蔭にも結構大差で勝ってますよね。そうですね、あの時もし大阪じゃなくて大阪桐蔭が
負けていて横浜高校が来ていたら分からなかったと思います。それは当時の僕ら その周りの、まあ、違う高校の選手もみんなそうやって言ってて、あの時の横浜高校は全然そのやっぱレベルがすごく高かった、倒しにくかったって言いますね。誰がいたんだろう当時。左ピッチャー川澄とか、あ川澄、ね、中日ドラゴンズ行った福田とか、プロに行ったのは2人ぐらいだった、3人かな、うん、そのぐらい。あそうなの、はい、そんなレベルが高かったんだ。決勝戦でね、1-1で、延長になったじゃないですか。翌日も自分で行くっていうふうに思ってたんですか。思ってました、はい。体はなんかきつかったんですけど、でもなんかこう筋肉痛みたいな痛みで変な違和感みたいなのがなかったので、なんかこう動かせばいけるかなっていう感じでしたね。あの間って例えばトレーナーさんだとか針だとか、だから体のケアしてくれる人たちって結構いたんですか。そうですね、僕の時はあのケアしてくれる方がいて、あの鍼灸師の先生も東京から来てくれて、でずっとあの更新期間中いてくれたので、だからそれはすごく助かりましたね。成瀬さんはあの時は誰かいたんですか。なんかその監督の、知り合いの方、うん、トレーナーさんに、あの PL 戦の後だったかな、ちょっとマッサージしてもらったのはある。うん、でもその1回だけかな多分。なんか元々マッサージ受けるのがあんまり好きじゃなくて。そうなんですか。そう、なんか人にこう体触られるのがあんまり好きじゃなくて、それはプロ入ってからもそうだったんだけど。そうなんですか。そうだからあんまりマッサージしてほしくないみたいなことは言って、なんかサプリメントをもらった気がする、とか言いながら。え？ボウリング行ってましたよね。マジですか。それとボウリング関係ないじゃん。斉藤さんもっと突っ込んでください。ボーリング行きましたよ。行ったけど左投げましたよ僕。あの甲子園の大会期間中ですか。期間中すごいっすね。あのホテルのすぐ近くにあのバッティングセンターとあのなんかゲームボーリング場とゲームセンターとみたいな、そんなのね高校生行くでしょ。すごいっすね。そういうところが多分こうあの横浜 のこなれてる感じが多分。そう時間あるし、ちょっとボウリングでも行くみたいな。でボウリングって滑走しないでしょ。そうだから。あとなんか監督がね怒ってタラタラしてるから怒って、はい、もう勝手にしようって練習を放棄してあの帰っちゃったんですって。僕のせいじゃないですよ。え？僕のせいじゃないですよ。僕はもうアメリカンノック受けてる真っ最中でしたから。はい、監督帰ったらしいよ。監督が切れて帰ったらしいよって。そうなんだ。そう、あの、で、果実の前、果実、鹿児島実業の、はいはいはい、そう前に、うん、そうあの杉内対策とかってやってたんだけど、はい、多分自分たちは自分たちでそのなんかあの杉内くんのそのカーブ、うん、当時あのそのもう速いんだからドロップみたいなカーブがすごい良くて、うんうん、それを打つ練習したんだけど、どっかで多分あのいやこの練習してても打てないよって多分出ちゃってたね。そうそう、はい、僕はだからその練習もそこそこに、はい、もういつも通りアメリカンノック始まって、始まってすぐぐらいにもう練習終わりとかってなって、そう監督が帰ったらしいって、キレで帰ったらしいって言って、僕ら喜んでましたね。いやでもそれよりも僕大会期間中にもアメリカンノックやるんだってことにびっくりしました。普通にあの本数はそのあのいつもよりは少なめだけど、はい、普通にあのアメリカンノックはやって、はい、そうなんです。でもさすがに僕たちもいやこれちょっとさすがにバッティング練習もしてないし、うん、まずいんじゃないって言ってそのボーリング場があるところの上にバッティングセンターがあったんでバッティングセンター行ってですよ、みんなで、うん、もう途中からホームラン競争になってましたけど、ね、でも本当余裕ですよね。いやすごい、いや余裕でもなんか明徳義塾の時も、8回まで 6-0 で負けてたのに絶対負ける気なかった、ね、確かにその雰囲気はありましたもんね、うん、でもそれはあの僕自身は先発してなかったんで、うん、あのこうなんだろうな、まあ、自分がやっぱ投げてないからでしょうね、うん、負けてる気があのしなかったのは。
逆に言えばちょっとそこまで自分が本当の9回マウンド上がるまでちょっとこう気持ちが入ってないというか投げてないからっていうと、うん、多分他の選手は多分思いっきり多分もう負けそうだなって多分思ってたと思いますよ。渡辺さんももう最後だからいいプレーして帰れよっておっしゃったんですよね。あ、そうなんですか。うん、まあいいプレーあれみんなにそうですね、僕にも最後その甲子園のファンにお前が投げてる姿を見せてこいって言われて、そう僕はふてくさりながらブルペンに行ったっていう。その時だって何言ってんすかって言ったんでしょ。はぁみたいな感じ。何言ってんですかとは言ってないが、多分もう本当になんか何そう何言ってんだ監督に対して何言ってんだろうこの人とは思った、うんうんうん、でちょっとふてくさりながらブルペンに作り行って、で多分みんなが集まった時も最後にそのなんだろうみんなにも多分いい姿横浜高校の野球を見せようみたいな、逆転しようっていうのじゃなかったです。へー、うん、逆になんだろう、まあ、力ませないにそう言ったのか。なるほど、ね、それはあれですね、渡辺さんにも聞いてないですね、その時になんでそう言ったのか。テーピングをビリッとしたのはあれはまあ試合前に僕がまあテーピングをしてたんで、うん、審判の方にマウンドに上がる時はテーピング外すようにって言われてて、うん、もうそれまでずっとつけたまんま僕が肩作ってたんで、うん、いざマウンド上がる前にああそうだテーピング外さなきゃいけないんだって言って剥がそうとした、うんうん、剥がれなかった汗でこうすぐ剥がれないんですよ、はい、もう本当皮膚ごと持ってかれるんじゃないかなと思って、うんうん、それが多分こういう顔になってそれが多分取られてるんですよ。確かに。そうで僕その後にベンチ裏行って裏に氷が入ったはいはいはい、あるじゃないですか、はいはい、大きい、はいはい、あん中につけながら剥がして、そうなんですね、取ってったっていう。そうなんだ。でもあれも有名なシーンがありましたよね。テーピングはちなみにもうさすがに捨てましたよね。いや、あの時点でどこに行ったのか多分普通に多分捨てると思う。普通にでもあれを見てる高校野球ファンはいや、あのテーピング欲しいって絶対思ったと思いますよ。まあ、あの後というかあの年の後、はいはい、みんなやっぱり必要ないのにやたらみんな テーピングをつけるっていう現象が増えたっていうのは聞きました。確かに確かに、はい、いやかっこよかった。テーピングの売り上げにも貢献したっていう。あ、すごい、うん、すごいですね。さすが非常にかっこいいシーンとして野球小僧には残ってるみたいでしょ、うんうん、かっこよかったですもんだって、ね、でもなんか、まあ、そういうふうに取り上げてくれたんで聞くところによると意識してやったっていう話も。意識したっていうのは、いや、意識した、うん、その撮るときに、まあ、そのカメラマン席の近くだったんで、うんうん、ちょっとここにカメラがあるなっていうのは意識しました。お、うん、だからやった方がいいのかなっていう。なるほど、なるほど。さすが、さすがエンターテイナーです。でも剥がれなかった。そう、そういうことです。いや、斉藤さんはもう本当に自分でこう仮説立てて実験して検証して使う使わないみたいなことをずっと繰り返しやってたんですか。はい、やってましたね。特にその最後、最後1年2年ぐらいは。データがいっぱい入ってきて自分のデータも当然見られるし相手のデータも研究できるので球が速くなくてもどうやって抑えられるかなっていうのは本当毎日次の対戦相手をラインナップ自分で組んで一人一人こうデータ出してじゃあ自分だったらこういうボールで攻めていこうっていうのをずっとやってたので、それはもう本当トライアンドエラーですね。なかなかその周りにはそこまでやってる選手はいなかったので、アナリストの言われた通りに、コーチの言われた通りに、なんとなく攻めて、キャッチャーのサイン通りにっていう感じだったので、なんかそれを自分で、だからこう、この選手はこういうデータだからって言ってキャッチャーにこう持ってって、こんな感じで攻めたいですっていう提案をしながらやって、でもだからそれはすごくその勉強になりましたね。今、やっぱり引退して、
外から野球を見る立場になってこう僕はだからプロ野球での実績がもうないので話をするときとかも実績がないと何だろう説得力がないじゃないですか。なのでなんとなくそのデータを武器としてじゃないけど、うん、説得力を持たせるためにはどうやって話したらいいんだろうみたいなことは今でも考えてますね。斉藤さんはその先もっと先行きたいんですよね。先だからそのやっぱ最先端は見ておきたいですね。やっぱ野球はねそのなんだろう自分はもうだから野球の現場から選手としては離れちゃってるからなんだろう、うん、ちょっと言いづらいですけどなんだろう古い野球しか知らない野球人でいたくないなと思って、だからとにかくその野球界のトレンドをちゃんと知っておきたいし、その今の現役選手ともちゃんと同じ目線で話せるように勉強もしておきたい。だからそのこと、まあ、言わないですけど、俺らの頃の野球はこうだったんだから、こうやってやれっていう指導者には当然ね、なりたくないし、だからそんなことはやっぱり、だから本当、ちゃんとアンテナ張っておかないといけないなとは思ってますね。今日本でもアメリカでも、まあ、どこの監督でもいいんですけど、この監督素晴らしいなって参考になるなっていう監督います？誰でいますか？誰だろう。僕、まあ、あの日本の監督では僕中島さんですね。あの、はい、これ中島さんにも直接言いましたけど、あの中島さんの下で勉強したいですって言いましたけど、何て言ってました？いや、あの、まあ、いつでもどうぞって言われて、いつでもどうぞって言われたんで、そうなんですか、はい、じゃあちょっと行こうかなって、はい、どういうふうにして行こうかちょっと悩んですけど、斉藤さんも中島さんとは一緒でしたよね。そうです、はい、あの一緒にやらせていただきました。どんなお仕事前ですか？あ、いや、その一応コーチ兼任の選手だったんですけど、だからその僕みたいなその若手の選手に対する接し方はすごく上手だなと思って、距離感の取り方とか、あの当然厳しいことも言ってくれるんですけど、でもすごくなんかその優しいし愛があるで、野球もたくさんいろんなの知ってるし、でピッチャーとキャッチャーだったから攻め方のこととかフォームのこととか練習の仕方とかもいろいろ教えていただきましたね。なんかあのオリックスのベンチ見て、その中島さんとあのその選手の、まあ、そういうことに言って距離感とかそのベンチの雰囲気見せたら、あ、中島さん、いや、そうなるよねってなんかこう納得しちゃうっていうか、そうですね、あ、僕もあのライオンで一緒にやってたんで、うん、あのそれがすごい分かるっていうんですかね、あ、当時からああいう感じだったんですか？うん、やっぱりあの年下の選手に慕われるし、あのかといってなんだろうな、こう、うん、まあ、先輩から吹かすようなことをしないし、僕、中島さんいくつ離れてんだろう、一回りぐらい離れてんのかな、まあ、そんな僕でもこうちょっとこう いじれるような、うんうん、それになんて対してもこう怒らないというか、うんうん、すごくあのみんなこう接しやすいのは、うん、まあ、すごく分かるっていうんですかね。確かに、うん、指骨折させて文句言われなかった？骨折させて骨折、あ、しましたね、うん、キャッチングでキャッチングで、あ、そうなんですか。そうで、あの骨折してなんかあのいつもあの試合の前前後はちょっと忘れちゃったけど、はい、あのやっぱ爪の中にこう海ができて、それをこう針で穴開けてよく海見て、お前のせいだって言われました。そうなんですか、うん、確かにありましたね。ね、俺のせいなのかな。中島さんは松坂のせいだって。松坂の球を受けて、スライダーを受けて穴。ああ、そうなんですか。まあでもそれはまあ嬉しいですよね。まあ選手がすれば、うん、まあそれだけのボールが、まあ、投げられてるんだと思えば、はい。うん、じゃあちょっと終盤になりましたので、最近こう二人のと活動。どういう活動をなさってるか、ちょっと水飲んでいいですか？うん、どうぞ。僕からじゃあ言った方がいいですか？斉藤さん、松坂さん、すごい優秀なカメラマンの個展も開いてね、知ってますか？それはあの CM の時も聞きました。はい、はい、
そう、そう、あれからだから僕、2回写真展やらせてもらったんですよ。すげえ。はい、あと札幌ドームと、あと、まあ、ソニーストアでやらせてもらったんですけど、すごい、はい、なんとなくそんな活動をしつつ、やっぱ大輔さんの夢でもあるって言ってた野球場作りはまだ僕はだからその実現できてないですね。それだけがちょっと今年の、心残りというか、うん、来年への課題ですね。うん、今年1年で草野球とか行きました？行った。あ、本当ですか？行った。へ、あの試合であの草野球チーム持ってる人いっぱいいるから。あ、なるほど。まあほとんど軟式だけど。はい。そう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 。スケットでって感じですか？そう。へえ。そうそう、たまにあの変装したりとか。そう。面白いですね。結構。斉藤さんは野球全然やってないんですか今？草野球。野球は全、うん、草野球やってないですね。うん。だまあ、それでいうと僕は今年、僕が作ったわけじゃないけど僕の仲間があの野球ができる施設を作って、でそこで何だろうな、さっき言ったそのちょっとデータのいろいろな開発をしているの で彼のところにあの出資はしました。でその同じ空間を、まあ、その何だろうな、24時間そこは使えるんで、キャッチボールしたかったらそこに来れば無人でピッてやって開けてできるしっていう場所が、そう、外苑前にあるんですよ。そんなね、すごいいい土地にねあるから。でも野球やりたくないですか？なんか見る方がなんか今すごい楽しくて、まだやりたいってまではその思えてないんですけどね。見るのもすごい楽しいです。松坂さんキャンプの時にまたユニフォーム着れないのかなみたいなことをつぶやいてましたよね。やっぱり思いましたね。みんながユニフォーム着て練習してる姿を見て、やれるものはやりたかったなとはやっぱ、思いましたね。でもこの女子高校生相手にやってましたよね。どうですかショート。正直さっき、イチローさんに言われた時も、投げれないですって言ったんですよね。だからファーストなら、出れるかもしれないですっていうか、即却下されて即却下されて、4番ショートねっていう、その一言だったんで、これはもうなんとか投げられるようにしなきゃいけないなと思って、あの二遊間とパッとって投げたじゃないですか。あれ投げた後激痛です。ですよね。ですよね。激痛です。そうだろうな。あれからもう試合終わるまでずっと激痛です。もうあの後もう軽くしか投げられなくて。本当ですか。全部球抜けちゃって。そう。だゲッツーの時もファースト抜けちゃって。なるほど。そうそう。いやそれはなるよなって。できればあのタイミングで投げる場面が来なきゃいいと思ってた。ああ。そう。あの一球で。確かに完全に。思い出した。ああ肩の痛みってこれだったな。これだったな。そうですよね。自分が辞めたのはこれだったなと思って。でまあそれでもなんかちょっとでももうちょっとちゃんとトレーニングしたら投げられるかもって本当ですか？思ったんで、試合終わった後イチローさんともちょっと話したんですけど、はい、来年投げられるかちょっと分かんないんですけど、先発一郎、リリーフ松坂、この形がちょっとできる、そこ目指しますってちょっと一郎さんには言って、大輔が投げるんだったら全然変わるよとかって。すごい。あ、そうなんですか。変わるかな。変わるかな。変わってくれるかな。一郎さんも他の人だったら変わらないけど、はい、お前が投げるんだったら変わるよって。へ、ちょっとまだちょっと感覚が戻ってこないんで、ちょっとどうなるか分かんないですけど、またマウンドに立つっていうのを一つモチベーションにしてやっていこうかなと思って。楽しみですね。はい、すごい。きっかけになった試合でしたね。はい、ゴルフの方はどうですか？ゴルフ、はい、ゴルフは面白いですよ。深夜プロ目指してるんですよね。深夜プロ。いや、夢としてはね、夢って言ってるうちでないと思ってます。自分で夢って言っちゃった。深夜プロ合格しそう。監督のオファーが来ちゃった。どっちで言います？
そんな選択ある？そんな選択ある？いやでも、いや悩むのかよって多分思ってる人いる。いやそれ悩むのかよって思ってる人も、いや、いや、いずれやっぱり監督とかっていうのもね、そのまあ興味はありますけど、でもそれはまあ僕自身はそういう指導者とかね、その監督コーチとかもう今じゃないと思うんで、だから今はシニアプロ目指します。なるほど。まあ いつかはねそういう指導者とかも、まあ、やってみたいなとは思いますけどね、うん、昔は全然思わなかったですけど。ああそうなんですか。うん、別に教えることが嫌なわけじゃないんだけど、うんうんうん、教えることの難しさをまあ知ってるっていうか、それはやっぱりそのね、自分が選手の時に聞いた時にやっぱりこう納得する答えをくれる人なかなか、いないから難しいですよね。だからやっぱりそれを周りの監督とかコーチみたいに教えるのって大変だなって、大変なんだろうなっていうのがまあ分かってるつもりなんで、ね、コーチの立場になればね、やっぱりもう困って聞かれたらなるべくやっぱり答えたいと思うし、まあ、いつかその声をかけられた時にまあ困らないように今勉強してるっていう段階ですかね。じゃあ最後にですね、それぞれお聞きしたいことがあれば、斉藤さんが松坂さんに、はい、いいですか、お聞きしたいことがあれば。野球引退して1年経ったじゃないですか。今年1年どうですか、楽しかったですか。楽しかったです。正直どういう1年になるんだろうってこう、想像できなかったんですけど、まあ、野球を、ね、こう違う立場、違う角度から、見させてもらうのも楽しかったし、違う競技 の取材にも行かせてもらえたし、まあ、辞めたからこそ気づけたものがこんなに、まあ、あるのかと、気づけるものがこんなにあるんだって、いや面白いなと思って、ね、これまでも あったはず、見てたはずなのにこんなことに気づけなかったのかとか、そういう発見がもうたくさんあって、本当にまあ、難しい1年でもあったし、本当にこう、楽しい発見もたくさんあった1年だったって、言えるかな。で野球やってる時の楽しさとはまた違いますよね。全然違うね。まあ、そのまで野球やってた時とは違 こう難しさとか苦しさもあるけど、でもそれでいやこれは必ず今後に生きてくるって思いながら、やってますね今は。まあ、逆に同じことを聞いてみたいですね。はいはい。いや僕もすごく楽しかったんですよね。その野球以外のお仕事だから、そのさっき言ったカメラもそうだし、野球以外のスポーツにも自分で体を動かして取り組んだんですけど、なんか野球ってやっぱり難しいなと思いましたし、でも野球のあのチームスポーツってすごく楽しいなってもう思ったんですよね。こうなんかこう僕はなんとなく仕事をやる上で野球に全てがつなげられるようにっていうところでその、選択をしてるんですけど、この仕事って野球につながるかな、つながらないんだったら楽しそうだけどやめとこうみたいなこうちょっと選び方をしちゃってるんですけど、でもそうすると結構野球につながることってたくさんあるなってなんかなんとなく思ってきて、だからそういう考えでいくといろんな人に会うのも、あ野球界じゃない考え方の人ってすごく面白いなとか、でいろんなビジネスマンに話を聞いたときに野球界が今後もっと良くなるためにはどうしたらいいんですかみたいなアドバイスを聞くと、こう面白い発見とか面白いアドバイスをくれる方もいるので、なんかそんな発見があった1年だったなと思いました。いいですね。それを、ね、こうお互いが、ね、いずれこう野球界に還元できたらいいなと思いますね。はい、